はい、こんばんは、高橋です。今日は GU アンダーカバーのフェイクレザージャケットを購入したので、こちらのレビューをしていきたいと思います。こちら気になっている人も多いかと思います。で、早速もう着てるんですけども、こんな感じです。かっこよくないですか？めちゃめちゃこれはもう買いだと思いますね。もうライダース初心者の僕でも普通に着れるっていう、多分普通の革ジャンだとなかなか着づらいと思うんですけど、じゃあちょっと立って見ていきたいと思います。こんな感じですね。まあ、やっぱりこの賛否両論あると思うのはこのバックプリントですね。バックのロゴ、これがありなのかなしなのかっていうところで、まあ、大きく分かると思うんですけども、まあ、なしだって思う人は買わない方がいいですよね。絶対着ないです。まあ、僕はこういうのは別にどっちでもいいかなと思うのでいいと思いますね。やっぱ作りなんですけど、まあ、結構オーバーサイズですね。 M サイズなんですけれども、結構アームホールとかも、まあ普通のライダースよりはやっぱり太いかと思います。まあ、今っぽいシルエットですね。で、オーバーサイズだけど、素材が結構ソフトなんですよね。柔らかい、近くで見るとこんな感じなんですけど、まあ光沢があって結構高級感もちゃんとあるんですけど、非常に柔らかいので、まあ、落ち感があって、これが硬いレザーだったらでかく着るとものすごい武骨な感じになっちゃうと思うんですよ。こう腕がここら辺ボコッと出たりとか、肩こうボンって張っちゃったりとか。でもこう柔らかくて落ち感があるからストンと落ちると。まあ、この間この中に着てるミッキーパジャマの説明でもしたんですけども、柔らかいからストンと落ちるんですよね。なんでもう最初からちょっとクタッとした感じがあるので、割と服に馴染む感じですね。まあやっぱこのバックが許せるかどうかです。これが OK なんだったら全然買っちゃっていいんじゃないでしょうか。普通にかっこいい、まあ普通にかっこいいですね。とりあえずいろんな表情を見たいと思うので、いろいろ動きますけど、で、中はこういえばテロテロのシャツとかでも合うだろうし、まあオーバーサイズだから全然中にパーカーとか着ちゃっても全然いいと思います。で、袖がやっぱりライダースなんで長いですね。ライダースとか G ジャンって多分あのバイカーとかがよく着るから、それを見越して多分ちょっとこういうとこ長いと思うんですけど、まあこういう姿勢取った時にちょうど良くなるような感じ。短いともうこんなになっちゃうんで、バイクとか乗っちゃうと。っていうことを考慮されての多分こういう、多分ライダースって長いんですよ、袖が。それが気になるんだったらもうワンサイズ下げて S サイズとかでもいいかもしれないですね。まあ自分はそんなに袖の長さ気にしないから別にいいんですけど、こんな感じです。ミッキーのシャツを中に着るとまあこんな感じで出ますね。ちょうどいい感じのサイズ感だと思います。ミッキーのシャツも多分 L サイズだともっと多分中が出ちゃって若干アンバランスになるかもしれないですけど、やっぱりこう M サイズといえどどちらもでかいですね。このミッキーパジャマもこの革ジャンも多分10年前だったらこんなの XL とか言ってたんじゃないかっていう感じなんですけども、はい、こんな感じです。もう一度質感チェック、細かいディテールチェック。これまあジップとかもすごい、なんだろう、チャッチくないしっかりしたジップ使ってるんで、まあ、こういうボタンの感じとか、こういうところの、まあ、ディテール的にもすごいいいと思います。で、こちらの商品はもう、まあ、オンラインじゃ買えないし、店舗もやっぱり東京とかじゃないと買えないんですよね。僕はあの福島県なんで、もう実店舗で買うのは諦めて、もうしょうがないからメルカリで購入しました。まあ、迷ってる人はメルカリで買えるんで、メルカリで買ったらいいのではないかなと思います。さあ、いかがでしょう。じゃあ中にパーカーを着るスタイルもちょっとやってみましょうか。はい、
中にパーカー着るとこんな感じですね。多分無地のパーカーとかでもいいと思うんですけど、ちょっとそれだとだいぶテンプレ感が、こういうパーカーに上からライダースみたいな格好の人ってすごいよくいると思うので、まあちょっとこうプリントとかあると、しかもこういう派手めな感じのあるといいのかなと、まあ個人的な好みではあります。はい、やっぱパーカーと相性いいですよね。でまあボトムは黒なんで、まあ普通に合うかなと、うん、でもいい感じだと思います。でグラサンとかかけるとよりロックな感じ。そう、言おうと思ってたのがあった、あのやっぱり音楽的な匂いがしますよね。あのアンダーカバーってやっぱロックとかパンクとかそういうアレなブランドらしいので、さっきのミッキーのシャツもそうですけど、ちょっと音楽系な匂いがするので、まあ個人的にはすごい好きです。多分ユニクロ U とかあの辺が好きだっていう人はもしかしたらとっつきづらいところはあるのかもしれないんですけど、まあこういうライダースっていうのは割と普遍的なアイテムで、どなたでも似合うのではないかなと思います。ということでこんな感じで、フェイクレザージャケット、そうか、前を締めての、前締めて切るとこんな感じですね。なんかよりロックっぽくなるのかな。前締めても全然かっこいい。前締めると意外と身幅があるようで、やっぱり普通の服よりはやっぱタイトめですよね、横幅、身幅が。そこはやっぱりちょっとしたライダースらしさがあるのかなと。それでもまあやっぱオーバーですけど、こんな感じで GU アンダーカバーライダースの説明終わらせていただきたいと思います。もし何かもっと細かくこういうとこ見たいよというのありましたら、コメント欄に書いていただければ、まあ、動画でお答えするか、口頭じゃねえや、コメントでお答えするかわからないんですが、なんかもっと細かいこういうポケットの中どうなんだみたいなのとか、ポケットはまあここに1個、ここにも1個、あとは両サイド、内側にはないですね、まあ、こんな感じでどのポケットも結構便利に使えるんじゃないでしょうか。まあ利便性をここに求める人はあんまりいないと思いますけど、手が突っ込めればいいかなぐらいって感じですね。あとはここを開いたところで、まあ、そこまでここが広がるかっていうか、まあ、ちょっと広がるか、まあ、ここのジップはまあファッションだと飾り程度のものです。はい、そんな感じで、あとあれだ、ウエストのところもここで絞れるようになってるんで、まあ、ちょっとウエストを絞ってキュッとさせてもいいかもしれないですね。まあ、あんま変わんないかな。こういうのついてる時って自分別に何もいじんないんですけど、まあこういうのを使いこなし、上手い人は使いこなすんでしょうね。はい、はい、ということでこんな感じになりますね。はい、じゃあ今日の動画は以上になります。高橋でした。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。